が今週から始まります。サビちゃん、小京がどうバージョンアップするのか教えてください。はい、エミさん、これまでは森藤恵美のコンテスト情報番組賞金王でした、うん、これからは私田代沙織のコンテスト情報番組賞金王になるんですね。みんな今までありがとうって。違うから、え、ね、2人でやっていくんでしょ、ね、え、サビちゃん、え、違うの、え、笑って賞金獲得、王様気分、賞金王。賞金王、これまで通り知恵と実力で賞金王になるコンテスト情報もいっぱい。運で賞金王になったっていいじゃない。ということでクイズやプレゼント情報も満載。はいはい、そして自分を磨いて賞金王に、おすすめのお仕事や資格も時々紹介していきます。それでは入賞金王スタートは、知恵で賞金王になるこちらのコンテストから。2009年に創立40周年を迎える JAL パック、その40周年を記念してこんな旅をしてみたいというオリジナルな夢のあるプランを JAL パックが募集しているんです。このプランですけど、最優秀賞に選ばれると来年2009年度中にそのプランが JAL パックで商品化されるそうですよ。嬉しいですね。うん、いいよね。でもさおりちゃん、なんかどんなプラン考えてる？私は実はですね、子供の頃アンデルセン童話大賞というコンテストで大賞を受賞しまして、デンマークに行ったことがあるんですよ。ちょっとすごいじゃん。すごい、すごいね。いやでもね、私もまあデンマーク、まあ、かなり詳しいんだけれども、まあ、人口およそ540万人、ユトランド半島っていう大陸を領土としながら、首都をシェラン島のコペンハーゲンに置く非常に珍しい国で、まあ、日本でも有名なのはもちろん、サビちゃんがね、童話っていうふうに言ったように、あのハンス・クリスチャン・アンデルセンの母国であると同時にベーリング海峡を発見したビートース・ベーリング、それからね、量子力学の祖とも呼ばれるニールス・ボア、それから光の速度を世界で初めて計測したオーレ・レーマー、それから光の速度を初めて計測したオーレ・レーマーはさっき言ったよね。言った私はどう、次何を言いたいんだ、それから地球の内角と外角を分けるレーマンの不連続面の発見者、インゲ・レーマン、さらにデンマークにもう一度行きたいと。そうですね、童話の中にいるようなそんな気持ちになれる旅行を企画したいです、うん、